スフィーダ世田谷 FC は東京都世田谷区をホームタウンとする日本女子サッカーリーグに所属する女子サッカークラブ。スフィーダとはイタリア語で挑戦という意味で今の自分に満足をすることなくさらなる高みに挑み続けられるチームであることを目標に名付けられた。2001年初代監督の河辺健一が地元の女子中学生に サッカーを続けられる場所を提供したいとの思いから、女子サッカークラブを設立したのが始まりである。トップチームの他に、下部養成組織やママさんチームも存在している。2010年、なでしこチャレンジリーグ入れ替え戦で、マシキルネサンス、熊本フットボールクラブに勝利。これにより2011年は、チャレンジリーグイーストに昇格した。2012年3月、 なでしこリーグ準加盟が認められた。2013年シーズンは3位となり、なでしこリーグ9位の FC キビ国際大学シャルムとの入れ替え戦に進出したが、なでしこリーグ昇格はならなかった。2020年は、なでしこリーグ2部は初優勝を果たした。2021シーズンのホームゲームを開催するスタジアムは、駒沢オリンピック公演総合運動場陸上競技場。 味の素フィールド西側岡、AGF フィールド、武蔵野市立武蔵野陸上競技場である。過去には、世田谷区立大倉運動公園陸上競技場や、江東区武之島陸上競技場、江戸川区陸上競技場、世田谷区と群馬県川場村の提携関係の縁で、川場村スポーツ広場でも、年1回試合が開催されていた。武蔵野市立武蔵野陸上競技場で、 開催の際は同地をホームとする東京武蔵のシティ FC と提携直近の同クラブのホームゲームで告知活動を行いその試合の感染者及び同クラブの講演会員を無料招待するありがとうございます